君はこれまで私たちが守り続けてきた伝統を壊す気か？そんなつもりはありません。でもも何もあるまい。ダメだと言ったらダメだ。部長は怒鳴りながら俺の企画書を投げつけてきた。足元に落ちたそれは数箇所ページが折れてしまっていた。この時に俺の心も折れていたのかもしれない。その後、俺はあっけなく会社を辞めることになった。そんな俺を見出してくれたのは、一輪の百合のような美しい女性だった。説明を聞いて、うちの会社をいいと思ってくれたら、入社してくれませんか？その、あなたが欲しいです。そんな熱い顔をして言われたら、断る理由なんてない。これが、俺の人生を変える出会いになるとは。この時の俺はまだ知らなかった。俺、トキイサムは、この度晴れて第一志望だった、着物や着物に使う和の小物を取り扱う、あやはとり呉服という会社に就職できた。扱っている商品が商品だけに、この会社は伝統をかなり重んじている。そのことに不服はない。伝統を守っていくことは、いいことだからだ。だけどなぁ、と思いながら、俺は組紐でできたブレスレットをいじりながら、こちらを睨んでくる部長に内心でため息をこぼした。トーキ君、君はまだ入社して1年経っていないだろう。それなのに、こんな企画書を出してくるなんて、どういうつもりだい？どういうと言われましても、良かれと思って案を出してみました。新入社員は、入ってすぐの1年は下積みの年。そう入社した日に教えたはずだ。来年度、君が新入社員ではなくなってから提案しなさい。この案は、今やらないとダメなんです。近々開催される、4年に一度行われるスポーツの祭典とのコラボなので。ダメだと言ったらダメだ。新入社員は、企画立案をしない。これはルールだ。ルールとは、守るためにあるものだ。部長の言葉に口をへの字に曲げてしまった。それはおかしいです。俺だけじゃなくて他の新入社員もここで半年勤めるうちに様々なアイデアを思いついています。アイデアにも鮮度があります。ルールを守るのは確かに大事ですが、改善することも同じように大事だと。減らず口を叩くのをやめなさい。言い続けていればルールが変わるとでも思っているのか？大間違いだ。叩きつけるように怒鳴られ、俺は並行せざるを得なかった。突き返された企画書を手に、自分のデスクに戻る。すると、隣の席に座る、同期入社の甲斐が、意地の悪い笑みを浮かべて俺を見た。ああ、部長に怒られてやんの。うるさいな。お前だって、この間他の同期に企画案を語っていたじゃないか。あれを実現させたいとは思わないのか？思うけど、ルールをねじ曲げてまで押し通そうとは思わないな。その点、君はさすが貧乏人。もったいないと思えば、上にも逆らうんだから。貧乏人は今関係ないだろ。じろりと睨んだが、甲斐にとってはのれんに腕押しだったらしい。あるさ。君が着物を好きな理由。着物は洋服と違って直しやすいから。昔の人は何度も修繕して使っていたから、だったろ。それもダメになれば、下駄の鼻緒や雑巾なんかにリサイクル。それも使えなくなれば、火を焚くのに使って、その灰を肥料として使っていた。だったよな。いかにもリストラの浮き目にあった、貧乏一家の子供の考えそうなことじゃないか。あざ笑うかのように目を細くする甲斐に、気分が悪くなる。入社してすぐの頃、こいつにやれ両親は何の仕事をしているだの、出身大学はどこだのと聞かれて、親がリストラされて生活に追われる日々を送っていたことや、大学は授業料免除目当てでランクを下げたところに通っていたことなどを、うかつに答えてしまった俺もバカだった。こいつがこんな、学歴や家庭の事情で判断するようなやつだとは、思っていなかったのだ。そんな鬱屈した日々をなんとか乗り切って、入社してから1年が経った。
新入社員が数人入り、俺は晴れて新入社員ではなくなった。企画書を提案しても、ルール違反だと怒られることはない。俺は早速、この日のために書き溜めていた企画書の一つを部長に提出した。売れずに倉庫に眠らせたままの着物を、カバンやスマホケース、洋服なんかにリメイクして売るという企画だ。俺が考えた企画の中で、一番先輩や同期からの評判が良かったものだったから、自信はあった。しかし、企画書に目を通した部長は、眉根を寄せた後、俺にそれを突き返してきた。こんな企画は通らない。これまで、私たちが守り続けてきた伝統を壊す気か？そんなつもりはありません。でも、在庫を在庫のまま置いていても、もったいないじゃないですか。ならこうやってリメイクして。でもも何もあるまい。ダメだと言ったらダメだ。特に洋服になんてもってのほかだ。私たちの会社は着物を取り扱っているんだぞ。敵みたいなものじゃないか。部長は怒鳴りながら、俺の企画書を投げつけてきた。足元に落ちたそれは、数箇所ページが折れてしまっていた。はがみしながら部長の元から去る俺の横を、貝が通り過ぎる。部長、俺も企画を考えたのですが、見てもらえますか？どれどれ。なるほど。これはいいアイデアだ。伝統もきちんと守られている。ありがとうございます。部長と貝の会話に、思わず、唾を吐きかけてやりたくなった。その後も、俺は貯めていたアイデアを部長に提出した。しかし、部長はそのどれにも首を縦に振らない。やれ伝統を壊すだの、常識外だの、ありえないだの。次第に俺には、雑用しか仕事が回ってこなくなった。データを入力するだけとか、会議録をまとめるだけとか、新入社員の頃にずっとやっていたものだった。最初は、俺のアイデアに太鼓判を押していた先輩や同期たちも、俺が冷遇されていることを知って、距離を置き始めた。会は危機として、ますます俺をけなしてくるし、新しく入ってきた後輩だって、そんな俺には寄りついてこない。やめてしまおう。朝の満員電車で、すし詰めになっている時に、不意にそう思った。そして俺は、それを実行した。会社を辞めた俺は、手当をもらいながら就活を始めた。今日は、地元の中小企業が集まる合同企業説明会に参加する日。説明会会場へ向かう電車を、ホームで待っていると、俺の隣に一人の女性が立った。俺はその人に釘付けになる。彼女は、真っ白で、大ぶりの百合をあしらった着物を着ていた。が、俺が釘付けになったのはそこではない。彼女は着物の下に、襦袢ではなく、ブラウスを着ていた。襟元は開いていて、そこから銀製の十字架が付けられた、組紐でできたチョーカーが見えている。さらに、着物の上に、膝丈のプリーツスカートを合わせて、まるで袴姿のように着こなしている。足元は、草履ではなくパンプスで、カバンもカジュアルな、ショルダーバッグだ。一輪の百合のように凛と立つ彼女に、俺は胸を高鳴らせた。初めて見る女性に、こんな感情を抱くなんて。これが一目惚れというものかもしれない。素敵な着こなしですね、なんて。声をかけてみようか、と逡巡していたその時だった。まあ、あなたその格好、なんてひどい。俺たちの後ろから、黄色い声が飛んできた。見れば、きっちりと着物を着た年配の女性が、厳しい顔つきで女性を睨んでいる。それ袴じゃなくて普通のスカートじゃない。靴もパンプスだし。よく見れば、襦袢も着てないわね。それに、チョーカーなんてつけちゃって、なんてこと。着物の伝統をぶち壊す最低の所業だわ。伝統を壊す、という言葉に、部長を思い出して、俺の腹綿が煮えくり返った。思わず、彼女たちの間に割って入り、年配の女性を睨んだ。最低だとは思いませんけどね。少なくとも俺は、彼女の姿を見て素敵だと思いました。公序良俗に反しているわけではありませんし、いいのではありませんか？よくありませんわ。こういう人がいるから、
着物の価値が下がっていくんだわ。着物の価値は、こんなことでは下がりませんよ。むしろ、あなたのように、伝統がどうのという人がいると、着物を着ようと思っていた初心者が着なくなってしまい、着物という文化自体が消滅してしまうかもしれませんよ。そうなったら、伝統も何もありませんけど、それでもいいんですか？俺の言葉に、年配の女性が言葉を詰まらせた。周囲で、遠巻きに様子を見ていたヤジ馬の中から、控えめに拍手が起きる。その音は、どんどん大きくなっていった。その音に、気後れしたのか。年配の女性は悔しそうにしながら、いずこかへ去っていった。その時、ちょうど電車が来たので、乗り込んだ。素敵な着こなしの彼女も、俺に続く。席は埋まっていたので、釣り革につかまって立っていると、彼女が俺の横に並んだ。先ほどはありがとうございました。いえ、むしろシャシャリ出ちゃってすみません。そんなことありません。助かりました。微笑む彼女の顔立ちは、着こなしや姿勢と同じく美しかった。ますます彼女に惚れ込んでしまう。名前も知らないのに。いや、彼女から話しかけてくれた今がチャンスだ。そう思って、俺は小さく深呼吸をして、早金を打つ心臓を少し落ち着かせる。その着こなし、本当に素敵です。あなたが隣に立った時から思っていました。ありがとうございます。見られてるとは思ってたんですけど、こんな格好をしているとよくあることだったので、好意的に受け取ってもらって嬉しいです。確かに、周囲を見回すと、みんな彼女のことを見ていた。俺と目が合うと、慌ててそらしていく。あなたの言った通りだと思います。彼女が言葉を続けたので、視線を戻した。あんな風に厳しく言う人がいると、着物を着ようと思っていた初心者が、着なくなってしまって、着物という文化自体が消滅してしまうかもしれない。私もそれを危惧していて、それで、そんなことはないよ。着物はどんな着方をしてもいいんだよっていうのを、みんなに知ってほしくて、普段からこういう格好をするようにしてるんです。そう言ってはにかむ彼女がかっこよく見えた。SNS にも今日はこんな着こなしですっていうのを写真に撮ってアップしてるんですよ。彼女は若い子に人気の SNS を開いて、俺にいろいろな着物コーデを見せてくれた。顔はさすがに写っていないが、首から下だけでも彼女の美しさが鮮明に現れている。どれも素敵ですね。特にこれとか。あ、こういうカジュアルスタイルができるんなら、スポーティーなものも、考えてみてもどうですか？なるほど。それは面白そう。彼女とコーディネート案で盛り上がっていると、目的の駅に着いてしまった。すみません。俺はここで。名残惜しく思いながらそう言うと、彼女が首をかしげる。私もここで降ります。え、そうなんですか？はい。降りてすぐのビルで合同企業説明会があって参加するんです。ああ、就活としてではなくて企業側として。俺が怪訝そうな顔をしたからか、彼女は慌ててそう付け足した。電車が動きを止め、ドアが開いたので、せっかくだからと一緒に降りる。改札を抜けた後、彼女はカバンに IC カードをしまったついでに名刺を出してきた。株式会社エミ代表取締役のエミヒカリです。和服や和雑貨のレンタルと販売を行っています。もしかしてあなたも企業側での参加ですか？会社名を教えてもらっても。俺は会社を探す側でして。トキ・イサムと言います。そうなんですか？目を丸くしたヒカリさんはそのままパッと笑顔を咲かせる。それならちょうどいいです。うちのブースに来てください。説明を聞いて、イサムさんがうちの会社をいいと思ってくれたら入社してくれませんか？あなたが欲しいです。え？あ、いや、欲しいって、いきなりすみません。初対面の方にそんな。そう言うと、彼女は恥ずかしげに顔をうつむかせた。あ、いえ、ちょっと驚いただけで、面接とか筆記試験とか。
面接ならさっき済ませたようなものです。イサムさん、コーディネートの案をたくさん出してくれたでしょ。入社してくれたら同じようなお仕事を任せたいと思います。つまり企画担当です。いいんですか？入社したばかりの人にそんなことを任せて。したばかりも何も関係ありません。うちは実力主義ですよ。胸を張る光さんに鼻の奥がツンと熱くなる。光さんの会社でなら、前の会社のような鬱屈した日々を過ごさなくて済むかもしれない。なら、ブースに伺いますね。はい、ぜひ。その後、光さんの会社の説明を聞いた俺は、その場で入社したい旨を光さんに告げた。そして、一週間後には、俺はエミの新入社員として働くことになった。エミは、社員が12名のこじんまりとした会社だった。ただその分、社員たちが声を上げやすい。光さんが約束してくれた通り、俺は企画担当となった。着物のコーディネート案を考えて、モデルである光さんに着てもらい、それを SNS に投稿するのが主な仕事だ。今まで、企画は私がやってたの。他にも、いい企画を思いついたら、どんどん提案してね。それじゃあ、早速なんですけど、この会社、レンタルして汚れたり破れたりして、修繕ができない着物がありますよね。それを、小物や洋服にリメイクして販売するというのはどうでしょうか？いいね、それ。光さんは、社員が意見を出したとき、まず工程から入る。以前の職場の部長とは大違いだ。俺の案は早速、社員全員に共有された。営業担当が、着物をリメイクした小物や洋服を作ってくれる人を探し、契約を取り付けてくれる。それから数ヶ月後、早速リメイク商品の第一弾がやってきた。それはスマホショルダーだった。袖が破れてしまった桜柄の着物をリメイクしたもので、どのポーチにもまんべんなく綺麗な桜の花びらが散らばっていた。素敵。これ私が欲しいくらいだわ。女性社員たちがそう言って商品を褒めた。俺も素晴らしい出来栄えのそれに感嘆を隠せずにはいられなかった。早速ショップで販売すると、なんと一週間で完売してしまった。再販希望の声や、他の柄のものが欲しいなどの嬉しい声もたくさん届く。着られなくなった着物をリメイクしているという点も評価が高いようで、もっとそういう商品を出してほしいという要望もあった。すごい、うちで一番の売り上げだよ。光さんは手を叩いて喜んでくれた。無邪気な彼女の笑顔を見て、前の職場で却下された俺のアイデアが報われたような心地になる。企画がヒットしたお祝いとして飲み会が開催された。もちろん強制ではないが、みんな喜んで参加してくれた。俺ももちろん参加だ。楽しそうに盛り上がる社員たちを貸し切りの部屋の隅でお酒を飲みながら眺めていた。そんな俺の元に光さんがやってくる。主役がどうしてそんな隅っこにいるの？いや、盛り上がっているみんなを見ているのが楽しくて。確かに。光さんはふふっと笑いをこぼした。そして俺の隣に座る。肩と肩がぶつかりそうなほどの距離に緊張して体が硬くなった。そういえば、光さんはどうしてこの会社を起こそうと思ったんですか？緊張を紛らわすべく話を振ると、光さんは片手に持っていたお酒を一口飲む。チョーカーの十字架が明かりを反射してキラリと光った。私の両親ね、大手の着物製造会社に勤めていたの。父は今でも勤めてるわ。母は父と結婚するときに辞めちゃってね。その母も、もういないんだけど。光さんの顔に影が落ちた。が、それは一瞬のことで、彼女はすぐに顔を上げる。母は、小さなものでいいから、着物を扱うお店を開いて、着物文化の裾野を広げたいと願っていた。でも、父は仕事人間で、家のことを何にもしてくれなかったから、店を持つ暇なんかないって諦めちゃったの。その話を聞いて、私は母の思いを受け継ぐのが夢になった。私も母と同じで、もっとたくさんの人に着物を楽しんでほしいから。
光さんが持っているグラスの中で氷がカランと音を立てた。私が会社を設立するって言った時、父には反対されたんだ。私にはできっこない。そんな着物文化を壊すような会社はすぐ潰れるって。でも、私は諦めたくなかった。母の思いを受け継いだからってこともあるけど、父だって母が着物のお店を持ちたいって思ってたこと知ってたくせにっていう反発心もあるの。だから絶対、この会社は潰さないって思ってる。私の会社が細々とでも続いているのを見れば、きっと父も母の思いを思い出してくれると信じてるから。不意に左肩が重くなった。見ると光さんが頭をそこに乗せている。突然の接触に俺は生唾を飲み込む。よく見れば光さんの顔は赤くなっていた。グラスのお酒は空っぽになっている。光さん酔いましたか？酔ってないよ。いや、それ酔ってる人のセリフですからね。どうしたもんかと騒いでいる社員たちに視線を向ける。すると販売担当の女性社員が気づいてこっちに来てくれた。ああ、光さんたらお酒強くないくせにたくさん飲むからよっぽど嬉しかったんだと思うけど。女性社員が光さんを引っ張って起こそうとしたが、光さんが俺の腕にしがみつく。伝わってくる光さんの体の柔らかさに頭が沸騰しそうになった。これは邪魔したら馬に蹴られるやつかな。光さん、酔うの早いけど冷めるのも早いからしばらくそのままでいてあげて。ちょっと待ってください。俺の静止も聞かず、彼女は騒いでいる社員たちの輪に戻ってしまった。引っ張られなくなったからか、光さんが俺の腕にしがみつく力が緩んだ。けど抱きしめたままだ。俺の鼓動が異常に速くなっていることが光さんにも伝わってしまっているかもしれない。イサムくん、私イサムくんに出会えてよかった。ずっとこの会社に、私のそばにいてくれる？あからんだ顔で上目遣いにそんなことを言われて、まるで愛を告げられているような錯覚にとらわれる。はい、光さん。俺は光さんのそばにずっといます。俺がうなずくと、光さんは満足そうに微笑んで俺の二の腕に頬をすり寄せた。しばらくして酔いが覚めた光さんは慌てた様子で俺に平謝りした。使えなくなった着物のリメイク商品が軌道に乗ってきた頃、この会社にうちの商品を営業しようと思ってるの。そう言って光さんが提示してきたその会社は、あやはとり呉服。そう、俺が前に勤めていた会社だ。俺は一瞬絶句してしまった。光さん、この会社はダメです。俺がこの会社に以前勤めていたことはお話ししましたよね。その時にリメイク商品の企画を提案したんですけど、落とされたんです。だからきっと受け入れてもらえませんよ。でもここは着物業界では最大手。提携できたらうちはもっと飛躍できるわ。光さんの言うことはもっともだった。けれど、と俺はやっぱり渋る。実はもうアポを取っているの。え？光さんの言葉に俺は開いた口が塞がらなかった。彼女は少し申し訳なさそうにしながらも目は本気だった。イサム君は反対すると思ったから言わなかったっていうのもあるんだけど、イサム君のコネを使いたくなかったのもあって、この会社とは何のしがらみもなくまっすぐに勝負したいの。お願いイサム君、私についてきて。頭を下げる光さんに俺は承諾の意を伝えた。あの飲み会の時酔っていたとはいえ、俺は彼女のそばにいると約束した。あの古臭い考えの会社から光さんを守るのは俺の役目だと奮起して当日に備える。そして営業当日、俺は光さんと一緒にあやはとり呉服本社ビルへ向かった。俺たちを待っていたのは、なんと俺が辞める理由になった部長と俺のことをずっと見下していた会だった。よりにもよって最悪の組み合わせだと内心で舌打ちする。会議室の一つに通され
光さんが商品のプレゼンを始めた。俺は彼女の話に合わせてスクリーンに映しているスライドショーの画面を変えていきながら部長と貝を盗み見る。二人とも渋い顔をしながら話を聞いていた。以上です。何かご質問はありますか？光さんがプレゼンを終えると部長が大げさにため息をついた。いや、ない。この商品はうちでは扱えないからね。そんなものに質問も何もないだろう。部長の言葉に光さんが目を見張る。どうして置いていただけないのか教えていただいてもよろしいですか？この企画、そちらの時が考えたものでしょう。以前我が社に勤めていた時に出したものとそっくりそのまま同じです。その時にも彼には伝えましたが、こんな伝統を壊すような商品を伝統ある我が社が扱うわけにはいかないんですよ。そういうわけですから、わざわざご足労いただいたところ恐縮ですが、帰っていただけますか？会が会議室の扉を開けた。さあこちらへと言わんばかりだ。俺を見る顔はニヤニヤと下びた笑いが浮かんでいる。そんな会から視線を外して俺は部長に向き直った。お待ちください。記者の売り上げ、ここ最近は右肩下がりですよね。指摘すると部長は面食らったような顔をする。着物を愛する方々は伝統を大切にする方々、それは重々承知しております。ですがそんなに堅くななままでは初心者にはとっつきにくい。このままではいずれ着物という文化そのものが消失してしまうでしょう。そのことは部長も他の社員も気づいているのではないですか？お前何が言いたいんだ？口を閉ざしてしまった部長に代わって貝が声を張り上げる。俺は彼を見ることなく、ただ部長に向かって話し続けた。俺たちエミが目指すのは着物という文化の裾野を広げること。今回の商品もそれをコンセプトに作られました。実際この商品を購入してくれたお客様の中に、着物にもチャレンジしてみようかなとおっしゃってくださる方がたくさんいて、結果的にうちはこの商品だけではなく着物やそのレンタルの売り上げも上がっています。記者がうちの商品を扱うようになれば同じことが起きるとお約束しましょう。ふん、どうだかな。うちの客はそちらと違って裕福な人が多いんだ。こんな貧乏人が好きそうな商品、うちの客を馬鹿にしないでもらいたい。光さん、いや、社長は着物をたくさんの人に楽しんでもらいたいという彼女の母親の思いを受け継いで会社を起こした。そこに貧富の差なんかない。思いだけでビジネスができるものか。こんなことで怒鳴り散らすなんて、これだから貧乏人は。とにかく、うちはお前らと業務提携なんてしないんだ。さっさと帰りな。貝は木で鼻をくくったような態度で俺たちを外に出るよう促す。さらに反駁しようと口を開きかけた俺を止めたのは光さんだった。ありがとう、イサム君。でももういいよ。これ以上はご迷惑になるし、行きましょう。いや、待ちなさい。荷物をまとめ始めた光さんに部長が声をかけた。ふと見れば彼の目から涙がこぼれている。その光景に驚きのあまり目を丸くしてしまった。着物文化の裾野を広げたい、着物をたくさんの人に楽しんでもらいたいか。私も若い頃はそんな気持ちを抱いていた。ああ、今やっと思い出した。いつの間に忘れてしまっていたんだろう、私は。机の上に雫がポツポツと落ちる。驚いたのは貝も同じだったようだ。慌てて扉を閉め、揉み手するような勢いで部長にすり寄る。ですよね。着物文化の裾野を広げる。これは我々着物業界人にとって大事なこと。貝君、悪いが、席を外してくれないだろうか。部長の言葉に、貝は鳩が豆鉄砲を食ったような顔をした。部長が睨むと急いで部屋から退出していった。
扉が閉まると、部長は立ち上がった。それから、俺に向かって深く頭を下げる。ありがとう、トキ君。君のおかげで、私は大切なことを思い出した。それに、光のことも支えてくれているようだ。そのことにも礼を述べたい。俺が首をかしげていると、部長は光さんを見た。彼女を見る部長の眼差しには愛情がこもっていた。光、よく頑張ったな。まさかお前がここまでやれるとは、正直思っていなかった。お前には無理だなんて言ってしまって、すまなかった。ううん。私気にしてないよ。お父さんがお母さんの思いを思い出してくれただけで、とっても嬉しいから。光さんたちの会話を聞いて、俺は飛び上がらんばかりに驚いた。え、部長が光さんのお父さん？おや、言っていなかったのか、光？うん、お父さんとは親子とか関係なしにまっすぐ勝負したかったから。光さんと部長を見比べる。言われてみれば、目元が似ているような。ふと、部長の腕の組紐が目に入る。あっと思って、光さんの首元を見た。彼女がチョーカーとして使っている組紐は、部長のと同じものだった。なんで今まで気づかなかったんだろう。驚かせたようですまない、トキ君。狼狽している俺に、部長がそう言葉をかけてくれた。慌てて、いえ、大丈夫です、と姿勢を正す。部長は視線を光さんに戻した。光、本当に今まで申し訳ないことをした。それに妻、空にも。空が自分の店を持ちたがっていたことは知っていた。うちの会社は、今は多少マシになったが、昔は本当に男女で待遇の差が激しくてね。改善を上司に訴えたら、私は窓際に追いやられてしまったんだ。こんなところで働き続けていたら、空が疲弊してしまうと思って、彼女には仕事を辞めさせた。そして、空に店を持たせるため、家庭を守るために、私は上司におもねって地位を上げることに決めた。だけどそんなことをしているうちに、いつの間にか、空の思いを忘れて、いいポストに就くことだけが、私の頭に残ってしまった。それで、空やお前をないがしろにして、がむしゃらに仕事だけを続けて、謝って許されるとは思わないが、それでも本当にすまなかった。部長は再び涙を流し始めた。光さんは、その肩を優しく撫でる。さっきも言ったでしょ？私は気にしてないって。お母さんもそうだよ。最後にね、私にお父さんを恨まないであげて。あの人は私たちのために一生懸命働いてくれているのって言ったんだよ。お母さんにはお父さんの気持ちが分かってたんだと思う。涙に濡れた目で部長は光さんを見た。光さんは一つ大きく笑顔でうなずく。部長はその場に泣き崩れた。そんな部長を光さんが優しく抱きしめる。俺はそんな彼女たちの様子を邪魔をしないようにそっと遠くから見ていた。ひとしきり泣いた部長はその後、俺たちの会社との業務提携を承諾してくれた。全国に店舗を持つ綾羽鳥呉服に商品を置いたおかげで、着物リメイク商品の人気は全国規模のものとなった。右肩下がりだった綾羽鳥呉服の売り上げも徐々に上がりつつあるという。もちろん、俺たちの会社も業務提携以降売り上げをますます伸ばしている。そして、綾羽鳥呉服のサポートもあって、この度2号店を置くことになった。新しい店舗を開くための相談のために、俺は綾羽鳥呉服の本社にたびたび足を運んでいる。相手はもちろん部長だ。今はもう部長ではないので、エミさんと呼んでいる。店舗を開く場所や扱う商品、どの会社に工事を頼めばいいかなどのアドバイスをエミさんからもらって、今日の相談は終了した。アドバイスありがとうございます。これをもとに光さんと相談して、どこに開くか、どんな商品を置くかを決めようと思います。ああ、
ところで一つ、私にアドバイスをしてほしいのだが、私がエミさんに？キョトンとすると、エミさんは少し気恥ずかしそうにしながらうなずいた。実はうちも、若い子への情報発信として、SNS というものを開設しようとしていてね。組織として、こういったものを運営するのに注意する点を聞きたい。なるほどとうなずき、俺はエミさんにアドバイスを施した。エミさんはメモ帳にせっせと俺のアドバイスを書き写す。ありがとう。助かるよ。実は新入社員が全員辞めてしまって、こういうのに詳しいであろう若い者がいなくて困っていたんだ。え、全員辞めたって何があったんですか？あまり社外の人に言う話ではないのだけれどね。トキ君だから話すよ。実はカイ君が、私の知らないところで、こっそり新入社員に嫌がらせをしていたらしいんだ。学歴がどうとか、親の仕事がどうとかで。その嫌がらせを受けた新入社員は、他の新入社員と結託して、一斉に辞職願いを出してきたんだよ。最近の若い子は度胸があるね。その話を聞いて、俺は開いた口が塞がらなかった。それで、カイは？ああ、カイ君は一週間出勤停止。さらに減給処分だ。もう出勤停止期間は終わって、働きに出てきているがね。前ほどの覇気は全くなくなってしまったよ。私にもおもねらなくなったし。エミさんは小さくため息をついて天井を見上げた。上司におもねらないといけない会社なんてダメだね。やはりこの会社はまだ体制が古い。だから私は声を上げてみようと思う。もしそれで私が再び官職に追いやられてしまったら、その時は君たちの会社に拾ってもらおうかな。冗談交じりにエミさんは言ったけど、目は本気だった。声を上げても無駄だと俺に言っていた部長がこんな風に意見を改めてくれたことに、俺は胸が熱くなった。もちろん、エミさんならいつでも大歓迎ですよ。光さんもそう言うと思います。笑顔でそう返した。すると部長も頬を緩める。そういえば光とはどうなっているんだい？どうって。突然の質問に思わずどもってしまった。するとエミさんは畳みかけるように質問を続ける。付き合っているんじゃないのかい？違います。俺なんかが光さんとなんて。冷や汗が止まらない俺にエミさんが愉快そうに笑った。恋はしがちということわざを知っているかい？恋は積極的に自分から仕掛けた方がうまくいくという言葉だよ。それは古い言葉ですよ。告白って知ってます？脈のない相手に告白することは今じゃハラスメントになるんですよ。それはいきなり告白をするからじゃないかな。まずは仲良くなるところから始めて、二人きりで出かける、贈り物をするとか、そういったアプローチを通して、それから告白するんだ。ああ、そうだ。将を陰と欲すれば、まず馬を射よ、という言葉もあるね。周囲に協力を頼むのも手だ。もちろん、私は協力するとも。エミさんの言葉に息を呑む。父親の私がOKしているんだ。遠慮なく仕掛けなさい。大きな笑顔を浮かべるエミさんに見送られて、俺は綾羽鳥呉服本社を後にした。電車に揺られながら、俺は光さんをデートに誘うことを決意した。会社に戻ると、光さんがお帰りなさいと迎えてくれた。そんな彼女をじっと見つめる。デートに誘わなきゃと思えば思うほど、心臓は今にも破裂しそうな勢いで、激しく拍動を始めた。緊張で、手に汗がにじむ。それを握りしめる。エミさんが言っていた、恋はしがち、という言葉を信じろ、俺。動かなきゃ、恋は進展しないのは確かなのだから。光さん、今度、一緒に出かけませんか？二人だけで。突然の俺の言葉に、目を丸くした光さんの方が、じわりと赤に染まる。それは、デートのお誘いってことでいいのかな？もちろんです。即答すると、
光さんは頬を赤くしたまま、そっと上目遣いで俺を見る。この間の飲み会での彼女を思い出して、緊張が甘いときめきに変わる。イサムくん、この間の飲み会で私が言ったこと覚えてる？ずっとそばにいてほしいって言ったの。ちょうどその時のことを思い出していたところだったから、一瞬心でも読まれたのかと思った。慌ててうなずく。光さん、あの時のこと覚えてたんですか？うん、酔ってたけど、でもちゃんと記憶あるよ。気恥ずかしそうにはにかんだ光さんは、俺の手を握った。あの時、イサムくんはずっと一緒にいるって言ってくれたけど、あれは酔っ払った私をなだめるために言ったんだと思ってた。でも違うんだね。私嬉しい。イサムくん、私、あなたのことが大好き。あ、もちろん、俺もです。まっすぐに光さんを見ながら、手を握り返した。すると周囲から、温かい拍手が湧き起こる。そういえば、ここは会社だった。やっと今そのことを思い出して、顔に熱が集まる。それは、光さんも同じだったようだ。顔が熟れたリンゴのように真っ赤になっていた。そんな光さんを愛らしく思っていると、彼女と目が合った。なんだか、くすぐったい気持ちになり、笑いをこぼせば。光さんも同じように笑った。その顔は、とても幸せそうだった。結局、カイは、あの後、綾羽鳥呉服に居づらくなったらしく、自ら辞職した。風の噂に聞けば、転職活動をしているそうだが、彼の行いで、社員が大量に辞めてしまったことが知れ渡り、転職は難航しているらしい。カイのいなくなった後の綾羽鳥呉服は、エミさんが声を上げたおかげで、風通しのいい会社になった。新入社員だろうが何だろうが関係なく、いい企画を思いつけば発案でき、上司の顔色を気にしなくていい。そんな会社に。俺たちの会社は2号店も大繁盛。5年後は全国に店舗を置くことを目標に、着物を老若男女問わず自由に楽しんでもらえるような新しい企画を考え実行している。伝統はもちろん守るべきだ。だけど、それを守っているばかりでは、肝心の伝統そのものが廃れてしまうかもしれない。そうしないためには、過去の知識を活用しながら、新しいアイデアを生み出していくことが大事だ。先人たち、そして俺たちの思いは、そうやって未来の人に手渡されていくのだから。